まあ、こうやって自分が立っていられるのも、まず佐賀県で与党をはじめ、松山先生をはじめ、しめさんの指導を受け、そこから多くの人に助けられて、なんとかここまで、ロンドンのスタートラインに立つことができました。それでは、私たち佐賀県民を代表して一言ご挨拶を申し上げます。今回の吉田理子選手のオリンピック、ロンドン五輪への出場、本当におめでとうございます。全力を出し切って、いい自分自身にとってのいい結果を出していただくことを心から期待したいと思います。空手の海で育った吉田理子選手が世界で羽ばたくことを夢見て、私たちも応援を続けます。本当におめでとうございます。